令和5年6月23日ですが、ここは上川地域のあるとある小さい河川に来ています。これ水がもうするしかない川ですが、イワナを探しにやってきております。でここはまあ林道がありますけど、林道の脇で、この橋の下にちょっとポイントが見つかりましたんで、ここを撮ってみます。ヤマメが来ましたね。ヤマメです。かわいいヤマメ。ちょっとピンク、直線が濃いんですがね。ピンクの直線が濃いですな。ヤマメです。写真。やはり、ヤマメと思ったらやっぱり ドラルソニジマスですな。この背中のポツポツニジマスの特徴。トランスにします。トランスフォンにしますですな、ね。イワナが来ました。イワナが。イワナが来ましたよ。イワナがいました。ほら、イワナです。ゴミ蓋持っちゃった。下に落っこっちゃった。暴れるね。ちょっと汚れましたけど、パーマークがついてます。パーマークついてますから、岩のです。イワナが来ました。イワナです。ほら、イワナですよ。イワナです、結構、パルマルしてるな。イワナ、ね、パワーマークがはっきりしてます。
来なくなりましたね。警戒心が大きいのも出てくるんだけどね、食わないの。小さいのが来てる。小さいのが来てる。小さいのはね、よいしょ。怖さを知らないのが食べました。あ、汽車も通る。汽車が通る。何線かな。歩きに来なくなりましたね。出てこなくなりました。はい。それを何匹か楽しませてもらいました。終わります。ちょっと、令和5年6月23日ですが、また砂防ダムがありましたんで降りてきます。下流で釣るときにね、車が2台入っていきましたね。多分仕事をしてるそうじゃないかと思います。まあそういう面でね、鉄道のところで釣ってましたが、車が入ってたんで、もう少し奥へということで、今、ここに来て、砂防ダムを、探して釣ってるところです。まあ落ち込みがあればいいんですが、砂防ダムが見つけやすいんで、砂防ダム見つけては、釣ることにしてますが、ここにもありましたんで、ここを釣ってます。先ほどのところよりは、ここの方がいいですが、深くえぐれてるみたい。ここをちょっと切ってみます。ドナルドソニージマ、ドナルドソニージマ来ました、約15センチです。ドナルドソニージマ写真撮ってみます。やはりドナルドソニージマです。マルチ、ニジマスになると、まあ、パーマークが残ってますけどね。イワナが来ました。小さいですが、イワナです。イワナです。小さいですが、イワナです。パワーマークが出てきます。イワナです。なくなったんで終わりにします。何匹釣ったのかな。
結構たくさん来たところがあるわけだ。まあドナルドにいますのが多いな。今日はちょっと移動しなくちゃならないんで、まあ8時ですね、終わりにします。